しきみ。しきみ、しきび密、学名、イリシアム・アナサートムは、松武坂仕組み族に分類される常緑を打賀目、高木の一種。有毒で、実の形状は、中華料理で多用される八角に似る。仏寺に用いるため寺院に植栽される。別名、花の木、花芝。常緑樹で、高さは10メートル程度。 強行直径は3 0トルとなる。樹皮は暗い肺褐色になり、老木になると縦の裂け目を生じる。若枝は緑色。葉は枝の先端に集まってつき、短い傭兵を持つ楕円型から東乱型を帯びで、長さ5から1 0トル、新緑色で、艶がある。葉の質は、やや厚く、なんとなく、波打ったようになることが多い。 葉の先端は急に突き出して、生倉橋。花は、葉の付け根から一つずつ出て、春に咲く。花びらは、単行色で、細長く、ややねじれたようになる。果実は、扁平で、周囲に八本の突起が出ている。上面が劣化し、種子が出る。種子は、褐色で、艶があり、小さいどんぐりを押しつぶしたような形をしている。花や葉、に、 さらに根から茎に至るまでの全てが毒成分を含む。特に種子にアニサチンなどの有毒物質を含み、特に果実に多く、食用すると死亡する可能性がある程度に有毒である。実際、下記のように事故が多いため、敷見のみは植物としては唯一、毒物及び激物取締法により、激物に指定、毒物及び激物指定例。 昭和40年政霊、第2号、第2条第1項第39号、きみの実さている。きみの種子はややしいのみに似ている。慣れていれば間違いない程度ため、誤って食べて死亡した例がある。また、口実するように、スパイスの一種である、糖しき味の果実、八角合式の果実に非常によく似ているため、きみの果実を糖しき味の果実と誤認して、 料理に使用し食べることで中毒を起こす事故が多い。また、第二次世界大戦以前は、しきみの果実を実際に、日本産、スターアニスとして出荷し海外で、死亡事故などが発生している。中毒症状は嘔吐腹痛、下痢、痙攣意識障害等で、最悪は死亡。ただし、禁煙の投資きみイリシアムベラムには、毒成分がなく、果実を、香辛料、 スターニス、発覚、または大キョウというとして用いる。家畜においてもシキみの毒性は問題視されることがある。例えば牛は放牧中、毒性のある草を選択して食べないことが多いが、シキみに関しては誤食する可能性があることが指摘されていい。1885年、ヨハン・エークマンによってシキみの果実からシキみ酸が発見された。この物質は、 芳香族アミノ酸の染具物質であり、タンニンの主要成分である、木色子酸の染具体である。中国、台湾、大韓民国、最終等と日本に分布する。日本では、本州、宮城県、石川県伊勢、四国、九州、沖縄に分布する。温暖帯の産地にやや普通に生育する。地方により、敷火、花の木、カエデカにも別に花の木がある。 話し場などとも言う。学名にはリンネが命名したイリシアム・アナサート・ムエルとシーボルトが命名したアイ・リリジオスサム・シーブ・エズクク。リリジオスサムは宗教的なという意味が存在するが、リンネのものが有効となっている。色味の根源は色として美しいことから色味色味となったという説。また、実の形から色味あるいは有毒なので、 足シキからとも言われる。日本特有の香木とされるが、親族仏次論にには、雲継ぎを引いて、四火の実は、元天竺より来たれり、本邦へは、元神和上の将来なり、その、形天竺宗津池の青蓮華に似たり、ゆえに、これを取りて仏に教すとあり、一説に、元人がもたらしたとも言われる。中国では、厳密には、と呼ばれている。 木薬としては日本でも暴走の名称を使う。しきみ、しきりは俗に、花の木話は甲芝、仏前草という、空海が青蓮華の代用として密教の手法に使った。青蓮華は天竺の胸つ家にあるとされ、その花に似ているので仏前の供養用に使われた。何より年中継続して美しく、手に入れやすいので、日本では俗古来よりこの枝葉を仏前母前に、 備えている。日経では葉を青レンゲの形にして六木に盛り、ゴマの時は棒花に用い、平香り料としても用いる。葬儀には枕花として一本だけ備え、末期の水をともずるときは一葉だけ使う。農館に花道式周期を消すために用いる。茎、葉、果実は共に一種の後期があり、日本特有の香木として自生する色火を用いている。 葉を乾燥させ、粉末にして、末光、線光、丸光としても使用する。き火の後期は、京狼等はこれを飲むので、墓前に刺して、獣が墓を暴くのを防ぐらしい。き火には毒気があるがその後期で足気を清める力があるとする。インド、中国などには禁煙種の投資機味があり実は、薬として将来されているが日本では自生していない。敷火は、 東式日の代用とも聞く。式美は三つの字を用いるのは、密教の手法、供養に特に用いられることに由来する。古代には、榊と同様に神社でも用いられたと言われるが、新式での、榊、イコール榊のように、奇変二仏、仏は、二つの旧字体と書く告示もある。現在でも京都市のアタコ神社などの神事には榊で、なく、式日が使われている。 敷みを刺した水は腐りにくいのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。